おはようございます、ライフスタイルを中心に起業するゆるベンチャーでもいいんじゃないかっていう、そういった人たちに向けた、限られた人に向けたアドバイスをお送りしている鈴木ひろプロデューサーチャンネルでございます。今日はプロのレッスンを受けるっていう話で、先日、プールの、レッスンを受けたんですけど、もう本当に、45分のレッスンだったんですけど、今まで1回、まあ、っていうかあんまりそもそも水泳についてフィードバックを受けたことはなかったんですけど、まずフィードバックを受けるっていうことがもうめちゃくちゃ勉強になるし、やっぱりちゃんとしたプロからのフィードバックっていうのはもうすごい得るものがあるなと思って、45分間でなんか4箇所ぐらい、指摘されたんですけど、その4箇所とも今まで聞いたこともないような、指摘で、はあそういうもんなんだと思って、で動画をいろいろ撮ってもらったんですけど、最初と最後でもう見違えるように良くなって、もうそのアドバイスの通りなんですよ。でそれではもうあまりに衝撃で、いや本当すごいですねっていう話をしたんですけど、まあでも本当そういうもんで、自分で気づこうと思ったら、ものすげえプールに通って、そのものすごい練習して、まず動画に撮るっていうことに途中で気がつくまでもやっぱすごい時間がかかるし、それで自分のフォームがどうなのかとかっていうことを、なんかおかしいっていうことに気づいてから、おかしいことに対しての解決策みたいなのを見つけるのに莫大な時間がかかるんだけれども、それをそのいつもそういうのをアドバイスしてる人から見たら、まあいくつかの方もあるし、すぐ分かることだらけなわけですよ。でそればっかプロでやってるわけですからね。だからそれにフィードバックしてもらうっていうのはものすごい近道ですよねっていうことを先生も言ってて、まあなんか本当その通りだなと思って、なんか初心者に戻ってアドバイスを受けるとか、プロのフィードバックを受けるみたいなことっていうのはすごくワクワクして楽しいことだなと思いましたと。やっぱりそのフィードバックを受けるって怖いじゃないですか。だからなんかついつい先送りっていうか、なるべく避けたいと思っちゃうし、あとなんかそう、今初心者に戻るって話をしましたけど、そこちょっと少し論理の飛躍があって、自分が例えば長くやってるもの、得意なものほどフィードバックを求めるのが怖いと思うんですよ。その自分はそれがうまいと思ってるから、だからそれフィードバックが怖いんで、だからこそ初心に戻るためにもプロのフィードバックを受けるっていうのがいいし、まあ初心に戻ったからこそプロのフィードバックを受けられるっていうのはあると思うんですけど、そういう意味でその初心者に、戻るみたいな話と、フィードバックを受けるっていうこと、初心者のうちはフィードバックを受けるの怖くないじゃないですか、始めたばっかりだから。でもそのたとえ上手くなった後でも、フィードバックを受けるって、初心に戻ってフィードバックを受けるってことは大事かなっていうことをすごく思ったんですよ。その僕は水泳はもう点で素人なんで、今回トライアスロンに向けてそのレッスンを受けてもう感銘を受けたんですけど、今年、そのベースのね、クロマチックスケールの練習をね、動画アップしてますけど、エレキベースの練習をなんかちょっと真面目に始めましたと。でもエレキベースそのものはもう30年ぐらい弾いてるわけですよ。だからまあそれなりに自分でもなんか上手だと思ってたんですけど、それもなんかどうせ始めるな、またどうせ新しくベース買って始めるならと思って、でそれもなんかプロのレッスンをどんなもんかと思って、今まで受けたことなかったんで、ね、プロのそのクリニックみたいなの受けてみたんですよ。そしたらもうその初日でもうその自分の問題点っていうか、今まで気にしていなかったような問題点を、もうポンポンポンと指摘されて、そんでその言われたやつとかはまあ本当にやってみるとまあ全然できないわけですよ。そんでいかにその自分がちょっと我流でおかしなことになってたかっていうのを痛感したんですよね。でそれもたまたま先に YouTube に上げる動画を自分で撮ってたんで、自分の演奏を見てた時に自分の演奏とプロの演奏の違いってのはまあ見りゃ分かるじゃないですか。でもそのなんか俺の演奏なんかちょっと違うんだよなと思ってたんですけど、それが何が違うかは分かんなかったんですよ。でそしたらそれがもうクリニックに行ったらもうすぐそれが指摘されて、結局俺はその手首がすごいこう横にこう曲がったまま演奏してたんですけど、それは結局指を開く必要がなくて、可動域を広くするためにその横にしてたんですけど、ちゃんと指の練習をしたらそれがこう横にならないでまっすぐになって、指を開く
開いて演奏するっていう方が結局その、ね、3本で楽するより3本で頑張って手首を回して弾くよりも4本をしっかり使った方がいろんなプレイアビリティが高いのは当たり前なわけですよ。でそれが俺の手首の向きが、悪かったんだっていう、その楽しようとして手首の向きが悪くなってるっていうので、これはその長年あの弾いてる人でもすごく多い、悪習慣なんで直した方がいいですよっつって強制されて、でクロマチックスケールの練習っていうのを、まあ、いくつものパターンをやってるんですよ。そんでその部分の一部を、いつも動画にしてアップしてるんですけど、もうそれも本当、よく下手くそとかコメントつくんですけど、やってみれば分かるんですけど、そのちゃんとやりながら動画に撮ってやったりしてみると自分で弾けるように見えててもなんかめちゃくちゃ下手くそなんですよ。だそれもあのやってみなきゃ分かんなかったし、指摘されなきゃ分かんなかったなと思って、クロマチックスケールの練習とかって何気なくやってるとできてるような気がするんですよ。そのなんかいやまあできてるよねっていう。でそのメトロノーム使わない人とかも多いし、でそれももうメトロノームを使って練習するみたいなのももうなんかまあマストなわけですよ。でそれでその4本の指をしっかり使って音がちゃんと出るかみたいな、それがそのテンポ60の四分音八分音符から始めて、まあめちゃくちゃ、ゆっくりやってみると難しくて、それでまあやってて、でもやっぱ確実に上手くなってるとは思いますけどね。でもそういうのも全部プロのフィードバックから始まってたんで、いやなんか恐れずにプロのフィードバックを受けて本当近道だったなと思ってありますと。あとやっぱりそのプロや先人たちっていうのはもうそれについてその先に長く、めちゃくちゃ考えてるあの量があるから、それをそのお金を払って、アドバイスもらうっていうのは、まあ、結局その最終自分がもっと詳しくなっていった時にそのアドバイスが、自分に合ってるかどうかみたいなのを取捨選択判断するタイミングっていうのはもちろんあると思うんですけど、まあみんなって言うと失礼ですけど、まあそれより手前なことが多いじゃないですか。で俺もなんか我流でできてるような気がしていたけど、もう点であまちゃんだったなみたいなんで反省しました。だからその道のプロにアドバイスをもらうっていうのはものすごく有効な手段だなと思ったというのと同時に、プロデュースとか含めて自分もプロとして専門にやってるジャンルがあるわけじゃないですか。それにおいてはそれは自分ではよく分かってるんだけど、みんなそれの駆け出しの人たちっていうのはプロデュースとは何かみたいなこともまあ分かんないわけじゃないですか。だからそれについてきっちりフィードバックね、的確で分かりやすいフィードバックをいつでもできるように自分の語彙力とかね、そういったことをちゃんと研ぎ澄ましていかないといけないんだなと思って、こう俺もそのプロのフィードバックを受けた時に受けた感動を自分も、自分のお客さんに与えなきゃいけないと思って、やっぱりその人に気づきがあるようなことをなんかちゃんといつも用意 してそういうふうに自分の技を磨いていかないといけないんだなというふうに反省もしました。はい、今日の動画はそんな感じです。